あれ？なんで点滅してるんだ？電動パーキングブレーキ故障した？こんにちは。今回は、最近の新車でよく見かける電動パーキングブレーキについて、実際の使用シーンもお見せしながら、どんな機能がついているのか紹介していきたいと思います。それでは、行きます。ナウローディング。まず電動パーキングブレーキがどういったものなのかについて簡単に紹介すると、このように指先でボタン操作を行うだけで、自動でパーキングブレーキのオンオフ操作ができます。こちらは、ホンダの WRV の内装ですが、従来ですと、このような手動式のサイドブレーキが存在しました。しかしながら、手動式の場合は、サイドブレーキをかける人によって、サイドブレーキの解除力が変わってしまいます。こちらはとても面白い例ですが、男性がサイドブレーキを引くと、なかなか女性の力ではサイドブレーキをうまく解除できないようですね。力が弱すぎても、ブレーキが機能しないため、問題がありますが、あまり運転に乗り慣れてない方や女性にとっては操作が難しいかもしれません。海外ではこんな感じで、ハンドブレーキチャレンジと呼ばれるタイトルで、女性相手にハンドブレーキを解除させる遊びが流行っていた時期があったみたいですね。皆さんも、もしかしたら、こういった遊びをしていたのかもしれませんが、最近ではこの手動式のブレーキはなくなってしまって、電動パーキングブレーキが主流になってきていますね。しかし、電動パーキングブレーキが採用されることで、老若男女問わず一定の力でブレーキのオンオフ操作が可能になります。今、映しているのは日産アリアの内装ですが、電動パーキングブレーキのボタンはインパネ側についています。このことから、電動パーキングブレーキにすることによって、必ずしもコンソール上部に配置しなければならないという制約もなくなり、よりユニークなコンソールが誕生するきっかけになるようです。日産アリアの場合で言うと、こちらのボタンを押すと、前後にコンソールが移動します。従来のサイドブレーキではワイヤーを活用したブレーキ機構のため、おそらくこのコンソールには採用することは非常に困難だと思います。では実際に、電動パーキングブレーキの作動の様子をエクストレイルを用いて車外から見ていきましょう。コンソール部分に設置された電動パーキングブレーキのボタンを押すと、後輪のブレーキのみ電動で作動します。今回その電動パーキングブレーキに関与する部品は、このエリアですね。後輪にのみ、電動パーキングブレーキが採用されているのは、車両の進行方向を変える際に、後輪の方が操舵の影響が少ないからですね。操縦安定性を重視した結果、後輪にのみ採用されたということですね。リアタイヤを外してみると、このようになっています。先ほど見ていたタイヤの位置と左右変わってしまっていますが、今現在は、左側のリアタイヤを見ています。先ほど取り上げた電動パーキングブレーキの機構はこの部品ですね。日産エクストレイルは、後輪もディスク式ですが、最近では300万円前後の車は、低価格なリーディング式と呼ばれるドラムブレーキを採用していることがあります。最近の車で言うと、日産オーラは後輪がリーディング式でしたね。ホイールの側面が大きく覆われているので、安っぽく見えず、非常に好感が持てます。こちらは WRV のリアタイヤで、同じくリーディングトレーリング式ですが、ディスクブレーキに比べて、サイズは少し小さいですね。ホイールに大きな隙間はありますが、覗いてみても中の様子はよくわからなかったので、気にする人にしかわからないことかもしれません。WRV では、電動パーキングブレーキは採用されていませんが、リーディングトレーリング式のブレーキを採用している日産オーラには、電動パーキングブレーキが搭載されていることから、ディスク式、リーディングトレーリング式問わず、電動パーキングブレーキを搭載できることがわかります。話は大きくそれましたが、エクストレイルの後輪部に戻ると、この部品がディスクブレーキのアクセルローターです。ブレーキパッドがこの辺りに装着されていて、そのブレーキパッドをアクセルローターにすり付けることによって、ブレーキが作動します。この時、ブレーキパッド部は、室内側からハーネスを使って信号を受け取って、電動で移動します。もう少し近づいて見てみると、ハーネスコネクターは3つついていて、一つは電源ケーブル、もう一方は信号を送るためのケーブルでしょうかね。結構汚れていますね。泥水がかかっても故障しなくて、かなり水密性の高い作りになっていることがわかりますね。少し角度を変えて、ディスクブレーキを見ていきます。今見ているこの黒いホースは、油圧式ブレーキなので油が中に入っています。運転席でブレーキペダルを踏んだ際に、この黒いチューブを伝って油圧でブレーキをかけるわけですね。それとは別に、このディスクブレーキ部にはモーターが内蔵されていて、
先ほど紹介したこのハーネスの先に、モーターがついていますね。もう少しわかりやすく図解で説明すると、今見ていたハーネスは、この部分に接続されていて、モーターはこの部分に装着されています。そして、モーターが動くことによって、この部分でブレーキパッドを押し込めるようになります。今の黒い部品の裏面を見てみると、このようになっています。モーターはここに内蔵されていて、モーターが動くことによって、この軸が回転します。今紹介した軸はこの部分になりますが、軸が回転することで、ナットが動き、そのナットに押されてブレーキパッドも移動します。モーター駆動なので、バッテリーが切れてしまった場合、電動パーキングブレーキのオンオフが作動しなくなります。寒冷地や冬場などバッテリーが上がりやすい環境下で、バッテリーが上がってしまった場合電動パーキングブレーキを解除することが難しくなります。最近の新型車では、バッテリー上がりを防止するために、一定時間経過すると自動的にバッテリーがオフになるため、ネット上でも、バッテリー上がりで故障したケースはほとんど見られませんが、回路トラブルによってパーキングブレーキが解除できなくなってしまった事例はあるようですね。電装部品が増えると、目に見えない不具合が多くなりますね。また、バッテリーの寿命は5年ほどと言われているので、定期的なメンテナンスも重要です。整理すると、エクストレイルの場合は、油圧機構に加えて、モーター付きのブレーキが搭載されていて、電動パーキングブレーキを作動させた際は、リアディスクブレーキのモーターのみが作動して、パーキングブレーキがかかるというわけですね。念のため、前輪のブレーキの機構も見ていきましょう。前輪もディスクブレーキではありますが、先ほど紹介した黒いホースのみがあるだけで、電気信号を送るハーネスは見当たらないですよね。アクセルローターの周りを見ても、モーターのような黒い筐体が見えないので、電動パーキングブレーキは関与しないことがわかります。では実際に、電動パーキングブレーキを作動させてみたいと思います。これが先ほど話に挙げたモーターの作動音ですね。このモーターのおかげで、アクセルローターをブレーキパッドで自動で挟み込めるようになってるわけです。このまま連続で何度も続けてみると、どのようなことが起きるか見ていきたいと思います。よく見てみると、ディスクブレーキ部分が若干ですが動いていますね。後で早送りして見てみましょう。動かなくなりました。先ほどの動画を4倍速で流してみると、ブレーキキャリパーが動いていますね。厳密には、モーター駆動に伴って、内部のナットが移動しているだけですが、そのナットの動きに合わせて、キャリパーも多少なり動いてしまうようですね。では室内では、どんな感じだったのか見ていきたいと思います。電動パーキングブレーキのボタンが赤く点灯したら、カウントしていきますね。ただ見ているだけだと皆さん暇だと思うので、少し雑談を挟むと、未だに、この電動パーキングブレーキをオンにする際に、このレバーを押し込んでしまうんですよね。サイドブレーキと同じように、レバーを引いたらオンになるようにしているのだと思うんですが、レバーではなく、ボタンに見えて、ついつい押し込んでしまいます。もはやレバーにこだわらず、ボタンでも良い気がしますが、皆さんは慣れましたか？おや、点滅し始めましたね。そしてラスト9回目です。この時点で作動しなくなりました。メーターディスプレイを確認してみると、ディスプレイの下にあるパーキングブレーキのアイコンも点滅していることがわかりました。どうやらこの点滅は、ディスクブレーキについているモーターの加熱を防ぐためのアラートのようです。繰り返しモーターを使ってはいけないということです。はじめこのアラートを見た時に故障したのかと驚きましたが、数秒放置しておくと、このアラートは消えます。この時外気が8度なので、9回連続で作動させることができましたが、8月の真夏の季節では、外気が高いため、より少ない回数でこのアラートが生じると思います。続いて、走行中に電動パーキングブレーキを使った場合を紹介します。十数キロほどの低速では、実は電動パーキングブレーキは作動し、このように強い衝撃と鈍い音が鳴ります。この時、電動パーキングブレーキは解除されたままです。15キロまでは、パーキングブレーキが作動することを確認していますが、それ以上の速度では作動させたことがないため、試す機会があれば、追って結果をお伝えいたします。一応、取扱説明書では、このような記載があり、ブザーも鳴るようですね。私が試してた時は、この音しか鳴らなかったですね。感覚的には ABS を作動させたような感じでしたね。
それくらいというと少し大げさですが、ゴリゴリと音が鳴りました。電動パーキングブレーキの機能はこれだけではありません。先ほどもお伝えしましたが、ハーネスを使って電気信号を送ることができるようになっています。そのため人の操作を介さずとも、車載されたセンサーと連動させることによって、自動でブレーキを作動させることも可能です。皆さんご存知だと思いますが、その代表例がプロパイロットをはじめとした運転支援時の自動ブレーキですね。前走車の追従走行の際に、前走車がブレーキをかけたら、自車も自動でブレーキをかける必要があります。従来は自動でブレーキするという機能がありませんでしたが、電動パーキングブレーキが採用されたことによって減速することも自動化できるようになりました。なので、プロパイロット使用中にブレーキの効きがおかしいなと感じたら、後輪ブレーキを疑ってみると良いと思います。それにしても、最近よく新型アルファードを見かけるなぁ。電動パーキングブレーキのその他の細かな機能を最後に紹介します。まず、一つ目は、ある条件下で P レンジに入れると、自動でパーキングブレーキが作動する機能です。この機能を使うためには、こちらのオートブレーキホールドを作動させておく必要があります。今オレンジ色に点灯しているので、作動準備はできていますね。このようにオレンジ色に点灯した状態で、ブレーキペダルを押し込み続けると、メーターディスプレイのこの部分が緑色に点灯し、ブレーキ力を保持してくれるので、P レンジに入れていなくても、ブレーキペダルから足を離すことができます。そして、オートブレーキホールドをメーターディスプレイ上で緑色に点灯させた状態で、P レンジに入れると、自動的に電動パーキングブレーキが作動します。この機能のおかげで、停車する際、もはやパーキングブレーキを使う必要性がなくなり、大変便利になります。オートブレーキホールドが作動するためには、1秒間ブレーキペダルを押し続けなければなりませんが、私のようにせっかちだと、オートブレーキホールドが作動するよりも早く P レンジのボタンを押してしまい、自動でパーキングブレーキが作動しません。そのため、結局毎回手動で電動パーキングブレーキのレバーを引いています。同じように自動でブレーキがかからない人は参考にしてください。余談ですが、P レンジに入れなくても、イグニッションオフでも、自動でパーキングブレーキが作動します。ほら、確かに、電動パーキングブレーキが自動で作動しましたよね。あと、オートブレーキホールドが作動するまでの待機時間を計測してみたのですが、メーターディスプレイに表示されたアイコンを参考にすると、およそ1秒ですね。続いて、D レンジに入ったまま、ドアを開けると、電動パーキングブレーキが自動でオンになります。おそらく皆さんパーキングエリアで駐車券を入れたり、お釣りを取り出す際に、D レンジに入れたまま、ついついドアを開けてしまう人いるかと思いますが、そんな場合でも車が前後に動かないようにしてくれるわけですね。ただし注意点としてアクセルペダルを押すと、パーキングブレーキが自動で解除されてしまうので、パーキングブレーキに頼らず、一時停車してドアを開ける際は、必ず P レンジに入れた方が良いです。その次、電動パーキングブレーキは、シートベルトを外すと、自動で作動します。ただし、オートホールドブレーキがオンになっている必要があります。では、シートベルトを外してみますね。ほら、自動的に電動パーキングブレーキがオンになりました。また、当たり前かもしれませんが、シートベルトをしていなくても、手動で電動パーキングブレーキを作動させることはできます。その次、オートホールドブレーキを作動させ、メーターディスプレイ上で緑色のアイコンが見えた状態のまま一定時間放置すると、自動的に電動パーキングブレーキがオンになります。長い渋滞に巻き込まれたりした際は、たまにこの現象が起きましたね。結論からお伝えすると、3分経つと電動パーキングブレーキが作動します。より強いブレーキ力をかけた方がより安全なので、長時間停車する際は、電動パーキングブレーキを作動させた方が良いということですね。エビデンスを残すために、タイム計測いたしましたが、本動画はこれにて以上です。皆さんも、電動パーキングブレーキに関して、何か発見があればぜひ教えてくださいね。それではまた。